皆さんこんにちは、スマッシュ TV です。3月14日から17日に東京ドームで開催された 2B 主催の初コンサートが大成功を収めました。そこで見せたナンバーアイの岸優太さんの歌唱力が今後の可能性を広げる天性の歌声だと話題になっています。そしてそんな岸さんがライブで語った言葉とは、今回はこちらについて調査いたしました。最後までご視聴よろしくお願いいたします。 2B に所属するアーティストが総出演する初コンサートが14日から17日に東京ドームで開催されました。この日出演したメインアーティストらは6月に東京有明アリーナでそれぞれの単独公演を開催することが発表されました。先陣を切る IMP が13、14日、北山さんが15、16日と続き、ナンバーアイが18から20日の3日間公演を開催。最後に三宅さんが22、23日の日程で締めくくります。ナンバーアイの岸優太さんは、一人残らずしっかり満足させて帰らせたいなっていう思いがいっぱいですし、僕たちの曲をもっと聞き込んどいてもらって声を出してほしいですとファンにリクエストしていました。公演前の取材では岸さんが天然の言動を連発。まず16日までの3日間のステージを振り返るところで、久しぶりの感覚といいますか、悲鳴の数ももちろんですけどと歓声を悲鳴と言い間違えて、三宅さんと北山さんが爆笑。また記者の質問に先輩たちが答えているのを横でしっかりと聞いていながらも、すいません、もう一回いいですかと質問内容をど忘れ、三宅さんから、お前バラエティやってるんだからさと突っ込まれると、なんとなくはわかるんですけど、先輩方がこんな素晴らしいこと喋ってもうネタなくなってと釈明していました。さらに最近気づいた 2B ファミリーの意外な一面を問われると、三宅くんにお寿司に連れて行っていただいて、その時におごってくださった。噂では三宅くんってきっちり割り勘すると聞いていたから、普通に出してくれてありがたかったと率直に語っていました。それを聞いた三宅さんは、失礼なやつだな、そもそも後輩のことほぼ言ったことがないからと事実を否定しつつ、ネガティブキャンペーンだよと苦笑。岸さんは、いや、めっちゃ上がっていますからと慌ててフォローしていたようです。岸さんらしい天然発言のオンパレードでしたね。ナンバーアイの単独公演も楽しみです。またナンバーアイは Spotify と Apple Music にてナンバーアイのアーティストプレイリストが公開されています。ナンバーアイによるセレクトで構成されたプレイリストは、デビュー曲の GOAT に始まり、メンバーがそれぞれ選んだ5曲を加えたものとなっています。両プレイリストとも3人が普段から聴いている曲を選んだそうで、秘密を共有してもらったような感覚でしょうか。ボーカル観点で見ていくと、ゴートの中で特にテクニカルなラップを披露しているのが岸さんです。特に1分18秒あたりからのパート、I need a double bed、 バラバラになった空を奪っての部分は、歌詞を届けるというよりは自分の声も音にしてしまうような、そんな歌い方をしています。岸さんは曲に合わせて声色を変えてくる器用さも武器ですが、それが存分に発揮されているパートとなっています。岸さんはバラエティ番組では平和な天然ぶりが目立ちますが、いざ歌やダンスといったパフォーマンスになると、まるで別人のようにかっこいいですね。伸びやかな歌声とグルーヴ感のあるダンスは癖になり、ギャップにやられるファンも多いようです。また岸さんの歌声にはある特徴があると話すのはテレビライター。岸さんの歌声にハッとすることがあると思うんです。月読みでのサビ前の岸さんパートは、夜空を突き抜けるような張りのある伸びやかな歌声です。振り付けも岸さんの長い指が特徴の大きな手を使って、両手で上半身を撫で上げるようにしているのが印象的です。かと思えば一番では力強いラップを入れてくる。早口ですし聞き取りやすいように歌うのは結構難しいと思うのですが、やりきってるのがすごい。またフェイクも得意で、 We are young や
波打て心などでは美しいフェイクが堪能できます。変幻自在と言いますか、どんな曲でも歌い上げる歌唱力があります。岸さんの歌声を聞くと背筋が伸びて、つむじから一本の線で引き上げられるような感覚になりますね、と岸さんの歌声を分析しています。そんな岸さんの歌声は実際にどれぐらい上手いのでしょうか。2022年9月26日に発表された投票総数なんと 43,036 票に上る。歴代のジャニーズメンバーで最も歌唱力が高いのは、グーランキングではそうそうたるメンバーで占められたジャニーズトップ5ですが、岸さんは大先輩であるキンキキッズ堂本光一さんを抑えて堂々の4位にランクインしています。おまけに約7000票の差をつけているのも驚き。1位の嵐、大野智さん、2位のキンキキッズ堂本剛さん、5位のキンキキッズ堂本光一さんはいずれもジャニーズ歌唱力モンスターでおなじみの3人。その中で3位と4位にナンバーアイの平野さんと岸さんがランクインしている結果はすごいですね。また岸さんは過去にミュージックステーションに出演した際、ビューティフルフラワーという楽曲でコーラスのみの演出で歌唱。その際岸さんはイヤモニをつけずに登場。イヤモニは雑音を排し、歌唱のための音源を最適化させるために使用されますが、岸さんはイヤモニなしで堂々と歌い切っていました。歌唱力に定評のある岸さんの歌いぶりに、表現力半端ないとファンから感動の声が上がっていたようです。そんな岸さんですが、自慢の歌声がうまく披露できなかった場面もありました。それは2022年9月3日放送の TBS 系バラエティ番組バナナサンドに出演し、ハモリ我慢ゲームに初参戦した際のことです。この日自分が歌を歌っている背後で別のコーラスメロディーが聞こえる。ハモリ我慢ゲームに初挑戦した岸さん、出演者からそもそもキンプリの中で歌唱力はどうなの？と聞かれると、即座に問答無用に一番ですときっぱりと回答し、間違うつもりはさらさらないと自信たっぷりに男気を披露していました。岸さんが挑戦に選んだ曲は大先輩キンキキッズのガラスの少年。ジュニア時代の登竜門とされてる曲なので、メロディーが抜けたくても抜けれないと豪語していた岸さんでしたが、曲の伴奏が始まり決め顔で歌い出すも、まさかのイントロ途中から歌い始めるというハプニングも。持ち前の天然パワーが炸裂し、スタジオは爆笑となっていました。仕切り直しての2回目、歌唱力一番の実力を発揮してノリノリになったところで、ハモリ我慢ゲームのサビに突入。後ろから容赦なく浴びせられる別メロディーに見事に飲み込まれてしまい、岸さんも圧が全然違う、溺れている感じとやばいを連発。自分がどこに行けばいいんだと奮闘しながらも難しさを語り、悔しさをにじませていた岸さんでした。このままでは終われない岸さんは、キンキキッズさん返ししても良いですか、やられたらやり返すと言いますかとジャニーズプライドを発揮して2曲目に挑戦。この方が馴染みがあるとフラワーをリクエストします。ここで再度出演者からキンプリの中ではと振られると、問答無用に一番と即答すると、リベンジのフラワーを熱唱し始めた岸さん。注目のサビまではまたもや一番の歌唱力を存分に披露し、サビに入ると目を閉じて集中し歌い上げます。ラストのサビがちょっと厳しかったと自己評価はまずまずだったものの、リピート再生で確認すると初めから終わりまで全部飲み込まれていることが判明。だんだんと自然についていっちゃって気持ちいいんですよねと告白していました。最後には出演者から、キンプリの歌でも無理なんじゃないと突っ込まれると、申し訳ないけど無理と岸さんらしく茶目っ気たっぷりに降参していたのでした。ハモリ我慢ゲームに奮闘しあんなに意気込んでいた岸さんですが、期待を裏切らない展開となったようです。それでもトゥーヒーローズで見せた岸さんの歌唱力はこれからもナンバーアイの可能性を広げていくのかもしれません。
今後の岸さんの活躍に期待したいですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。